警察がいる。どうしたの？ああ、また警察がいる。あれ、まだファルの交通安全機関やってるかな。はい、こんにちは、あまねこです。今日なんですけど、じゃん、愛車の GTR くんに乗ってこれからドライブしていきたいなって思ったんですけど、 GTR くん発進させてみたらなんかちょっとタイヤの調子が悪いのかな、なんか発進時にすごいもたつきがあるというか、なんかあんまりすっきり走ってくれないんですよね。で、最近タイヤの空気圧見れてなかったかなって思うんで、せっかくならちょっと空気圧のチェックだけしたいと思います。で、今びっくりしたんだけど、エネジェットウォッシュエアチャージャー、なんかこんな空気入れあるんですね。初めてだ。ボタンで空気圧を設定して、そのままノズルをつけてあげて、設定した空気圧に行くとブーッとなって充填が完了するという、めっちゃ便利じゃん。これやってみよう。で、実際に GTR のタイヤの空気圧なんですけど、こちら運転席の扉のここについてるんですよね。なんでこの数値に合わせて入れていきたいと思います。今はどんぐらいなんだろう。フロントは210だったので、これで210で設定して入れてみます。こんな感じかな。お、終わりました。よしよしよし、こんな感じか。すごい簡単にできるね。あカメラマンさん、どうしたと思う？この傷の件、皆さん覚えてますか？過去の動画の方で投稿したんですけど、私が車の移動をカメラマンさんにお願いしてしまったがために起きてしまった悲劇。あの動画なんかすごい好評だったのか、めっちゃ再生されてて、まあそのおかげもあって気持ち程度は稼げたかなって思うんで、この度GTR のホイール修理することにしました。あの視聴者の皆さんから結構コメントいただいてたんですよ。 GTR のホイールの傷結局どうしたんですか、直したんですかって。まだ直せてなかったんですよね。この傷私も早く直したいなって思ってて、ホイールを交換するのか修理にするのかすごい悩んだんですけど、あのお世話になってる知人の紹介でとっても丁寧に直してくれる業者さんを見つけたということもあって、今回はこのホイール修理することにしました。で、このホイールの修理なんですけど3週間ぐらいかかるとか、でゴールデンウィーク明けから修理をしてもらう形になるんで、ちょっとまた GTR くんに乗れない期間ができちゃうんですよね。まあ、ちょっと GTR くんの足は負傷してしまってますが、まあ見た目の問題なんでね、問題なく元気で走れる状態なんで、 GTR がいるうちにいろいろ走りに行きたいなということで、まあ、今日も軽くドライブしていきましょうか。はい、じゃあちょっと GTR の空気圧入れてみたんで、この GTR のナビの方の車両情報見れるんで、ちょっとこちらも見てみましょうか。車両情報、これだ。タイヤ空気圧情報ピッ。お、いいですね。規定の数値、フロントが210、リアが200、バッチリ入ってます。よし、これでじゃあ実際に走ってみましょうか。さあ、ということで、それでは今日もご安全に行ってきます。はい、それじゃあ高速道路入ってきます。最近は首都高も ETC がないと、もう乗り入れできない入り口ばっかりになっちゃったりしてね。あ、警察がいる。どうしたの。首都高の入り口に警察がいるとちょっとヒヤッとする。でも空気圧入れたおかげでマシなのかな。ちょっと変わった気もしなくもないんだけど、うん、でもなんかこういう車のちょっとした異変に気がつくようにならないといけないっていうのはあるんだよな。なんかこの異変に気づいたからこそ防げた事故みたいなのもきっとあると思うんで、なんかこういう車の SOS 信号はしっかり受け取れるようにしたい。あー、また警察がいる。あれ、まだファルの交通安全機関やってるかな。白バイがいました。そういうこと。でも春の交通安全週間ってもうとっくに終わったもんだと思ったんだけど、そういうこと。みんなもう交通安全週間終わったからって気抜いてるところをみんな狙ってるってこと。ちょっと立ち悪いね。こんなこと言ったら怒られちゃうかもだけど、でもこういう車とか乗ってるとさ、つい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 アクセル踏んじゃう。そんなことあるじゃん。踏みすぎちゃうっていうね。それが危険なんだろうな。またパトカーいる。
多すぎじゃない？首都高乗ってこんなにいるもの？なんか YouTube とかやってるといつ誰が見てるか分かんないからっていうこともあって、常にちょっと背筋ピーンって伸びてる感じ、ちゃんとしなきゃっていう気持ちで入れるんだけど、 YouTube やめちゃったら普通にピュン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 飛ばしちゃいそうで気をつけよう。やめる予定まだないけどいやまだ頑張ります。でもなんか最近あのショート動画をちょこちょこ投稿してるんですけど、ショート動画を上げたおかげなのか、なんか登録者がどんどん増えてるんですよね。今までなんか結構ゆっくりペースで増えてたのか、なんか急にペースアップしてます。まあってこともあるんで、山猫チャンネルは頑張って成長し続けます。頑張ります。はい、ということでこちらじゃーん、代々木パーキングエリア到着しました。すごい混み合っている。ちょっとパトカーと白バイが多くて不穏な空気が漂ってるんで、パーキングエリアに逃げ込みたいと思います。はい、ということで到着しました。代々木パーキングエリア、この中に代々木の森レストランっていうところ、お昼ご飯食べれるとこあるんでちょっと入ってきたいと思います。見て、豚すきカレーセット美味しそう。この前肉汁つけ麺食べたんだけど、今日はカレーにしよっかなちなみに GTR のホイールの修理代いくらかかったと思います？3000円はやばすぎでしょこんなのさ、マッキーとかでさ、あの色に塗りましたってだけじゃんきっと。でもそうだな、思ったよりは高くなかったのかな。まあ当然だけど交換するよりは安かったから、一旦ちょっと修理してみて、でその後気に食わないなって思ったらホイール変えたりとかもありかなって思い始めてきたんですよね。もうあの GTR が T スペックってこともあって、なんか T スペック専用のホイールを履いてるから、あれをなんか崩すのがすごい嫌な気持ちというか、なんか車好きなら愛車をどんどんカスタムしていくべきっていう意見もあるんですけど、もう正直あの特別仕様の車を勝手にいじるっていうのが日産さんへの冒涜になってしまうんじゃないのかなっていう気持ちがあったんで、今のところいじる予定はなかったんですけど、まあ、ちょっとずついじってみるのもありなのかなと最近は思うようにもなってきたんで、まあ、このねホイールが傷ついてしまったタイミングだからこそ、ちょっとあえてプラスに捉えて、もし修理されてきたやつが気に食わなかったら、なんかいいホイール探してみようかななんて思ってるんですよね。そうだね、傷つけてくれてありがとう全然怒ってないからいいんですけどね。でもなんか今まで WRX とかもそうなんだけど、私カスタムを始めるまでは純正で大満足してたから、純正からいじるっていうのはあんましたくなかったんだけど、何年か乗り続けてみたらちょっと変えてもいいかなって思うのが出てきたりするんで、 GTR についてもまだ半年とかだけど、どんどん変えてみたいなって思うところがあったらカスタムしていきたいなって改めて思いました。はい、ということで来ました、じゃじゃん、牛すきカレーセットということで、牛丼のお肉と卵とカレーと、そしてミニラーメンまでついてます。贅沢、めっちゃお腹空いちゃったんでいただきたいと思います。ではいただきます。卵潰しちゃおうぜ、ブエイ。なんか最近ジムに通ってるってこともあって、結構毎日運動してるんですよ。そのせいなのか、なんか食べる量が増えましたね。まあなんかダイエット目的にジムで通ってるわけではないんで、食事制限とかは一切してないんですけど、なんかこんなに最近食欲にあふれてるの学生以来かも。人間って運動大事なんだなって思います。学校給食的なあの頃の懐かしい味がする。なんか首都高って大黒パーキングとかもそうなんですけど、こういう食堂的なのがたまについてて、こういうとこのご飯なんか懐かしい感じがして好きなんですよね。はい、ということでお昼ご飯食べたんで GTR のとこ戻りたいと思うんですが、なんか駐車場めっちゃ混んでるのもそうなんですけど、じゃん、なんとパーキングエリアにもまたパトカーがいますね。あ、
警察の方もお疲れ様です。駐車場を使わずあえてあそこに止めてお手洗いの休憩行かれてたようなんですけど、あれですよね、駐車場がすごい混んでるからパトカーの方も駐車場を使わないように配慮してくださってるってことですよね。急いで私もパーキングエリア脱出したいと思います。ちょっとさっきパトカーがいたんで、パトカーの中にいた警官の方にちょっと声かけてみたんですけど、なんとパトカーの前で写真まで撮らせていただきました。ありがとうございます。記念写真ならお好きにどうぞって感じだったんで、ちょっと記念撮影した写真も載せときます。普段こうやって走ってると警官の方とかパトカーを見るとひょってなるけど、こうやって話しかけてみるとみんな優しい方が多いですね。ありがとうございます。よし、それでは行きますか。あ、まだパトカーいますね。ありがとうございました。ありがとうございました。なんで今日こんなにパトカーとか白バイが多いのかなと思って、これってなんか理由あるんですかって聞いてみたら、なんか特に取り締まりを強化してるとかそういうわけでもないみたいで、ただやっぱり要人の方とかお偉いさん方がね、ちょっと来てる時は警備を厳重にしてるっていうこともあるんで、それが理由っぽかったですね。まあ本当のことをね、一般人に教えるかどうかは怪しいんで、いや本当は取り締まり強化してますっていう気持ちなのかもしれないんですけど、真実は不明。はい、ということで今回は GTR くんに乗って軽く首都高ドライブしてきたんですけど、まあ、ちょっと今日は警察官の方が多かったですね。まあ、あと GTR についてはですね、ホイールの修理、皆さんがコメントたくさんしてくださった通りまだホイール直せてないんですよ。ということもあってゴールデンウィーク明けから3、4週間ぐらいかな、ちょっと GTR が動画に出てこない時があるかと思うんですが、そういう時はあ、GTR 今修理中なんだなって察していただけると嬉しいなと思います。まあ、皆さんがこうしてたくさん動画を見てくださってるおかげで無事に GTR の修理代も払えるというところがあるんで、まあ、今後も動画投稿頑張っていけたらと思います。で、あと最後に皆さんに大切なお知らせなんですが、前回の動画でもお話ししていた通り、なんとあまねこチャンネルのリアルイベント第2弾を開催することとなりました。で、今回なんですが2024年の7月14日日曜日ですね、3連休の中日に開催する予定でして、今回は千葉県の柏市にて開催することになり、あの私の愛称を展示して皆さんが写真撮影できるようなそんなイベントにしたいなって思っております。詳細は概要欄に載せておりますのでチェックいただければと思いますが、参加資格についてはメンバーシップ登録3ヶ月以上の方となりますので、この4月末までにご登録いただいた方を対象とさせていただく予定です。なので皆さん、生のあまねこを見てみたい、あまねこの愛称を見てみたいよという方についてはぜひこの4月末までにメンバーシップ登録していただけたらと思います。視聴者の皆さんにお会いできる日を私も楽しみにしております。はい、ということで今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。この動画がいいと思いましたらチャンネル登録、高評価ボタン、あとコメントも忘れずにお願いいたします。じゃあね、バイバーイ。